岡山県の津山市、昔から伝わるね、干し肉を使ってお家でもね簡単に作れる料理2品いきたいんですけれども、これがねびっくりするほど美味しい。ほんと干し肉ってすごいよね。こんな食材があったとかね、日本にね。若い頃は足元のファッションにうるさかった男、笠原です。よろしくお願いします。ちょっと前回のやつ引きずっちゃった。また引きずってたの俺。引きずっちゃったな。なんかなんですか、もうその先があるってことですか、その話から。だから若い頃は本当にね結構おしゃれだったよ、自分も。いや、もう聞きましたよ。若い頃の写真見るとよく俺こんな格好で歩いてたなみたいな。なんかもうイエローモンキーの人みたいなさ、わかる、ここに毛がホワホワついたコートとかさ、ね、虎柄みたいなスーツとかさ。虎柄、うん、なんかそういうのが好きだったね。で、写真あるんですか。今度持ってきてあげるよ。多分ね10分ぐらい笑ってると思う。笑い転げてそう。 YouTube で差し込むんで送ってください。了解、探しておきます。じゃあ今日は何作っていただけますか。今日はね、高橋くん聞いてくれる、はい、またねすごい食材を見つけちゃった。お仕事でいろんなとこ行くじゃん、はい、でも私もこんなねもう料理の世界に30年以上いるから、だいたいね食材はいろんなものをもうね出会ってきたと思ってたんだけど、まだまだ日本にはねこんなに美味しい食材があるんだなって、ね、これなの。バーン、わかる、これね岡山県の津山市、そこにね昔から伝わるね伝統的なね保存食で、干し肉、牛肉をね塩漬けにして干してあるわけ。ビーフジャーキーみたいな。そうだから最初干し肉っていうとビーフジャーキーを俺もすぐにイメージした、はい、でもこれよく見るとわかるけど、まずビーフジャーキーより薄くないでしょ、周りはある程度干された感じになってるけど、全然こうまだ柔らかいんだよ、お肉感があるわけ。昔はこれを保存食としてさ食べてたと思うんだけれども、これがねびっくりするほど美味しい。最近流行ってる熟成牛って聞かない、はい、熟成牛のステーキを食べてる感じがする。うまみが増してて、でねこの間ねちょっと私カッコつけてニューヨークに行ってきたんだけど、ピーター・ルーガーっていうステーキ屋さん聞いたことある、はいはいはい、熟成肉ステーキなんだけど、当然美味しかったよ、美味しかったけどもう全然それに引きを取らない、それぐらい美味しい。だ今日はその干し肉は普通に行くとね、これもうみんなね薄切りにして炙って食べるだけなの。もう当然それで美味しいんだけど、今日はせっかくだから干し肉を使ってちょっとしたアレンジ料理、これを作りたいと思います、はい、で今岡山県津山市ふるさと納税でこの干し肉が送られてきますから。じゃあこれは一般の方たちも、うん、まあ、あのインターネットで購入、買える買える、ネットでさ、ね、岡山県津山干し肉とか調べたらもうわーって出てくる、いろんなお肉屋さんが作ってるの、地元の。だぜひそれでね皆さんこれを作ってほしい。はい、じゃあね今日はね干し肉を使ってお家でもね簡単に作れる料理2品いきたいんですけれども、両方にね共通する下ごしらえとして、これを薄切りにして炙りたいね、これからだいたいねこれぐらいの薄さに切ります。購入したら、うん、これなんですか。そうだよ、冷凍とかで送られてくるよ。これはもう冷凍したの溶かしただけ。だからほらまだなんか生なんで。ローストビーフ。そう、ローストビーフっぽいけどね。とにかくこういう感じで、まずは食べやすいサイズに薄切りにします。その津山はね、もともと本当あのお肉を昔からよく食べる町なんだよね。もう一個有名なのが、あの B 級グルメとかでね、ホルモンうどんっていうのもあるの。それも美味しかったよ、食べてきたけど。まあこれぐらいにしとこうか。とりあえず。これで2品作るから今日は。じゃあ、火元に行きましょうか。そしたらね、この薄切りにした、ね、干し肉をね、こうやってね、軽く炙って食べるわけ。フライパンを中火で熱しまして、もう油はいいな。ちょっとわーっと入れて、全体に広げてあげて。炒めてから2品作るんですか？そう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 。この工程は共通。じゃあこれだけでも食べれるっちゃ食べれる。これで食べれるよ。だからみんなこれで食べてんだよ。あ、なるほど。まあせっかく私料理人ですから。ね、干し肉を使っていろんなお料理を考えたわけですよ。実際向こうの方にも食べてもらって評判が良かった2品。これねさっと炙っただけで本当美味しいんだよ。これちょっと高橋もこれ1個食べてみる。これ。あ、美味しい。美味しいでしょ。うん、これもうねビール止まんないよね。なんかもっとしょっぱいのかと思ったら、うん、そんなことないでしょ。そんなことないです。塩味もちょうどいいんだよ。上ハラミ。そう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 。柔らかい。ね、柔らかいでしょ。程よい脂。程よい脂でさ。
もう俺いっぱい買ってきちゃったもん。うちらもう味ついてない。そうそうそう、だから塩漬けにしてるからもう、うん、うん、うまい、美味しい、美味しいやろ。だからこんなもんださ、日本には美味しい食材があるんだなと思って。あれですか、薄い方がいいんですか、もう分厚く食べても美味しい。いや、これぐらいがいい。あ、これぐらい、うん、俺はこれぐらいが美味しいと思う。はい、そしたらもうこれで火通ったね。じゃあこれ一回取り出して、で、ここから派生させて2品作りますから。広瀬先生もちょっと1個味見。ちょっと。これ美味しくない？ね、美味しいっす。うん、これだけでいい。ね。これでさ、ちょっとお好みでさ、胡椒振ったりさ、レモン絞って食べれば美味しいんだよ。レモン。うん。みんなそうやって食べてんだけど、あえて料理をさせてくれと。大丈夫ですね。はい。で、今日は1個これを使って炊き込みご飯。で、1個炒め物。うん、これいきます。じゃあまず野菜切っちゃいますよ、はい、まあ炊き込みご飯の方ね、椎茸、椎茸以外のキノコでもいいですよ。しめじとかね、エリンギとかえのきとかね、硬い石突きだけ取って、これ薄切り、軸の部分もこうやって手で裂いて入れましょう。人参はもうこれね、よく洗ってあります。でも皮ごといっちゃいましょう。皮ごとね、細切りにします。もうこれ全部一緒にしちゃっていいからね。人参ね、椎茸、あとごぼう入れます。ごぼうはささがきにします。ちょっとね、縦に切れ目を入れて。鉛筆削るみたいな感じでね。もうこれぐらいになってきたらね、やりづらいから、もうこれで刻んじゃう感じでいいですよ。で、ごぼうは一瞬だけさっと水につけて少し洗いましょう。まあ長くつけすぎるとね、香りなくなっちゃうからさっとでいいんだけど、やっぱちょっとね、ほっとくと多少色が黒ずむんでね、わーっと一回洗うぐらいでいいですね。もうこれでいい。はい、こんな感じ。それであとはご飯を炊く時間を合わせておきますね。これお水ね、ただのお水でいいです。お水にお酒、お醤油で、だし昆布をこうつけておきましょう。もうこれだけ、火にかけなくていいからね。こうしておくと昆布の旨味も出てきます。これがご飯を炊く時になります。それでさらに炒め物方の野菜も切っちゃおうと思いますんで、そっちに使うのがこれニラね。ニラはまあだいたい5センチ長さぐらいに切りましょうか。こっちね、ざく。あと長ネギ、長ネギは斜め薄切りにしましょう。こんな感じ。まあこれはね、あのお好みのお野菜でいいね。もやし入れてもいいし、玉ねぎでもいいし、ね、キャベツ入れてもいいですし、今日はニラと長ネギに、あと卵も入れてね、ちょっとニラ玉風の炒め物にしようかと思って、卵2個分にお醤油とお砂糖でちょっと下味つけておきます。はい、じゃあここまで準備できたらまた火元に行きたいと思います。そしたらね、まあ全然これあの炊飯器で普通に炊いていただければいいんですけど、うち炊飯器ないんでね、土鍋でいきますけれども、今日2合いくね。研いでおいたお米2合で、そこにさっき合わせておいたものね、ご飯を炊く時です。これつけておく時間短かったらもう昆布も一緒に入れて炊いちゃっていいからね。そうするとさらにここで旨味が出ますから、今日も入れちゃう。切っておいたお野菜ね。さあ、そうしたらここにさっきのこの薄切りにして炙った干し肉を上に入れます。こうするとね、このね、干し肉からの旨味も出るんだよね、ご飯に。これはね、実際ね、岡山の津山で骨
この間行ってきて作った時ね、本当皆さんに好評だった。これは、あ、今までこういう食べ方はしたことがないってね、みんな言ってくれてよかったですよ。さあこれぐらいでいいか。で炊いていきます。土鍋で炊くときはまあね、前も何度もやってますけど、まず最初強火でいいですからね。沸くまではもうある程度の強火で攻めます。ご飯を炊いている間に炒め物もね、同時進行でいこうと思います。でこれさっき干し肉を炙ったフライパンもうそのままにしてあります。ここにこの肉の旨味も出てるからね、これそのままもったいないから使いましょう。でここにまずサラダ油ね、大さじ1ぐらい、それで中火にかけます。岡山県のね、津山はね、僕初めて行ったんですけど、今回もうほんとね、そのまあお肉の町ね、干し肉もあるし、ね、ホルモンもいっぱい美味しいのがあるし、そのホルモンうどんもあるし、焼肉屋さんも町にいっぱいあってね。でさらにね、向こうの方々に教えてもらって、そうかと思ったのね、ビーズの稲葉さんのふるさと。だからやっぱちょっとね、稲葉さんっぽい人がいっぱい歩いてた。尖った靴履いてますね。そう、尖った靴履いてた。だから、あ、ちょっと俺もなんだよ、尖った靴ってくれよかった、やられたと思ったんだよ。そしたらまずね、フライパンが温まりましたら、さっきこのね、砂糖と塩を入れて溶いておいた卵を先にここで炒めちゃいます。もう一気に入れちゃっていいからね。でここでね、ふんわり火を入れたいよね。こういう感じで、もうこれでいいや、これぐらい。さあこれ一回取り出しておきます。まだ全然半熟状ね。そしたらここに油ちょっと足してあげて、少しでいいよ、小さじ1ぐらい。そしたら今度はここで野菜ね、ニラと長ネギ炒めます。もうニラとネギだったらもうすぐ炒まるからね、さっとでいいですよ。これニラとネギの香りがふわーっと立ってきたら、炙っといた干し肉入れます。それで卵も入れちゃいます。わーっと、そしたらここでちょっと塩、パラ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 、胡椒、あとちょっと香り付けにこれお酒ね。ほら、もうこれでいいよ。はい、こんな感じ。もう炒め物の方がこれで完成。美味しそうでしょ、干し肉のニラ玉炒め。これでちょうどご飯の方もね、沸いてきました。ふーっとね、沸いてきましたんで中火にします。で中火5分、5分経ったら弱火にして15分、最後火を消して5分蒸らしたら炊き上がり。だいたい全部で25分ぐらいだね。そんぐらいで炊き上がります。当然炊飯器だったら普通に炊いてください。はい、じゃあまずはこのね、炒め物、干し肉のニラ玉炒めの方から盛り付けます。あー、美味しそうですね。これ最高じゃない。これご飯でもビールでもどっちでもやってこいって感じだよね。はい、じゃあまず干し肉のニラ玉炒め完成でございます。干し肉の炊き込みご飯の方も炊き上がりましたよ。パカー、ほら美味しそうでしょう。で最後ちょっと彩りでこれね、万能ネギでも散らして、まあ俺はまあ なきゃないでいいけどね、ちょっと青いもん、三つ葉でもいいよね、散らして、であとアクセントで、ね、ちょっと黒胡椒がこれ美味しいと思った。粗挽き黒胡椒ちょっと多めに振って、ほら美味しそうでしょう。最高だ。はい、じゃあもう一品ね、干し肉の炊き込みご飯完成でございます。干し肉を使って2品作っちゃいましたから、もうほんとこの干し肉はね、ビール泥棒ですから、もう見てるだけでまず飲みたくなる。ちょっと今稲葉さんっぽくやってみた。全然似てなかった。じゃあいただきます。まずじゃあ炒め物からいきますよ。ああ、もう美味しい。春肉が
ある程度味もしっかりしてるから、もうこれを食べながら周りのお野菜とか卵はもう本当に薄味で大丈夫だね。これはもうあらゆるお野菜でやって美味しいよ。ビールもいいし、白いご飯にもこれ最高だね。うん、じゃあご飯もいっちゃいます。あー、もう間違いないね。これもね、干し肉の旨味がもうご飯に出てて、で炊くことによってね、この炒め物よりも干し肉がちょっと柔らかくなってる。これはまたこれで美味しい。冷めておにぎりにしても美味しいね。ほんと干し肉ってすごいよね。こんな食材があったとかね、日本にね。うん、先生、私の干し肉料理を、ね、知ってました？干し肉って知らなかったですね。ちょっともう簡単なアレンジで、ほんと美味しいと思います、これ、うん、いいでしょ、このニラ玉炒め。岡山県はね、キニラも有名なんですよ、それが。うん、だからキニラでやってもいいね、これね。キニラが2つとは思えない、うんうん、ご飯もね、ちょっと肉がほろっとね。圧力かけたみたいな、うん、美味しいね、うん、ごぼうの香りもいい、うん、なんか、絵面だけ見ると夫婦で飯食ってる、うん、おもろい夫婦みたいな、ね、それおもろい夫婦知らないね、大鳥圭介さんとね、ね、あの今日歌子さんだっけ、うん、今日歌子さん、歌子圭介のおもろい夫婦。あ、ちょうど笠原さんとこうなんかトークが噛み合う年代。ほら、やっぱ師匠ね、師匠クラスになると。でもなんかこう大体わかんない。今まで基本的に大体みんなにはーって顔されてたけど、やっと俺の味方がやってきたよ。よかったよ、広瀬先生が。オッケー売れたらもうその日だけは俺も素に戻れるよ。本当に気を使わないで話せるわ。だからあの胸筋族もね、あ、私はもう胸筋族12で12からだって。広瀬先生あれじゃないの、クレイジーキャッツとかじゃないの。ごめん、そこまでわかんない。